乱造を葬り立ち尽くすサスケのもとに懐かしき声が響く。闇に取り憑かれたサスケを止めるためサクラとカカシが現れたのだ。しかし二人の声はサスケには届かず、かつての仲間との戦いが始まった。サスケの実力は遥か高みにあり、サクラたちは次第に押され始める。その時かの忍びがサスケの前に現れた。渦巻きナルト、サスケを友と呼び、どこまでも追い続ける存在であった。忍び演奏、忍び刀、遅い。くらえ、高火球の術、忍び演奏、忍び刀、こっちだ。燃えろアマテラス、忍び演奏、忍び刀、ここだ。燃え尽きろアマテラス、互いの拳を合わせ、互いの意志を感じ取ったサスケとナルト、その思いは確かに届き、二人の道は再び分かれた。次に会う時こそ決着の時、ナルトを殺す、その力を得るためにサスケは再び闇へ戻っていくのだった。